プションです。ストーリーモード、あなたがどのようなお人なのか教えても。スポーツマンタイプです。おしゃれさんタイプです。エッジタイプです。エッジタイプです。おしゃれさんタイプです。スポーツマンタイプです。ガリ勉タイプです。エッジタイプです。エッジ、本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。ミリタリー興味ありませんか。はい、私は1年の天塚パタコと申し、新しくミリタリー研究会を申請しようと朝からこの場所で。先輩はミリタリー。そうですか、しょんぼり放題。朝から後輩を口説く。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ。ただちょっとよ、昨日妹がマヤが、お兄、背が伸びたね。まあ、結構伸びたのに。さあ、もういいでしょ、マヤ。行きましょ。ただいま。幼なじみの先輩、あなたに天使、具体的には明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒。
もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。もう槍を構えてる？12、いや、よし、いけーって、あ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。宝大先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。宝大様、彼女たちは宝大様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態になっているのです。凝らしてみてください。今の宝大様なら女の子の弱点、敏感な場所が見えるはずです。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。さあ、メロモンショットです。さあ、あいつ、
それは私が説明いたし。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるよ。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド。モテすぎ？ああ、先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとあの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから、未だに。まったく、先輩は本当に私がいない。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力な。通常一度のモテ期に使う矢は一発限りだというのに、今回はな。宝大様は人生の全モテ期が今日というたった一日に、ぎゅっ、今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて、両明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと危機感を持ってください。違います。エリート天使である悪魔、そう、すべては通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速、私に宝大様が思いを。今は？ということは、それは確かに脈はな。ダメだったと、それで諦め。まったく、なんというヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードを。たヘタレな宝大様を助けてくれる神聖なる妙義で。おっと、ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試し、つべこべ言わずにやっちゃいますよ。
選んでください。ドキドキフィールド展開。ワクワクするにゃ。これぞ先輩直伝の天使。さあ宝台様、あなたと結ばれる運命の相手とは何かビビッとくるものが。運命の相手かそうでないか、見習いでもエリートはエリートなんです。では宝台様、くれぐれも女の子の告白は受けないように。もし精神力がなくなれば告白された女の子、なんといってもあなたの恋路は本日限りのワンチャンス。最終売れ残っ、その場の勢いに流されて好きでもない方と結ばれてしまうと後が大変です。セーブしますね。セーブしますね。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。出発しますよ。
右から来ますかも。さあ、女の子を選んでください。レッツドキドキモードです。モード鳴った、うん、何が始まっちゃうの。すごいテクニシャンです。ご安心を。私の姿は宝台様。まあそのようなものです。分かったなら。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。それでは出発です。セーブしますね。セーブしますね。目的地を目指し、では先に進みましょう。
ムを選んでください。レッツドキドキモードです。ドキドキしちゃってる。今のところビビッと来る方は見当たりませんね。ああでもきっと大丈夫ですよ。統計によれば運命の相手は学生時代に出会うのが 50% と最も多いのです。待ちなさい。逃がさない。このあなた、道を開けなさい。もう、あなたのせいで取り逃がしちゃったじゃない。あ、放題。二人とも、大丈夫？今のが悪魔です。宝大、あなた、悪魔が見えるの？宝大様は天使の矢の影響で眼力…しかし、彼女の口ぶり…じー…なるほど…やっぱり見えるのね。そう、宝大にも悪魔が…そうなのね。ねえ、宝大、驚かずに聞いてほしいんだけど。私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私も、もちろんマヤも悪魔ハンターなの。なるほど、噂には聞いたことがあります。そういった才能を持って生まれ、フェロモンが効いていないのもおそらくは悪魔ハンターとしての血筋の…私の姿までは見えていないようですが、人間にしてはなかなかの力を持っている。悪魔ハンターは危険な仕事、普通の人たちを巻き込む。うちのしきたり、本家で家族以外との連絡も禁。あなた
に。悪魔が見えるってことは悪魔派ねえ放題今日一日そしたらゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとしこの後に及んで何をひよっているのですか。先ほどはああ言いましたが運命を胸に手を当てて考えてみてください。あなたがほもういい、もう知らない、放題なんてどっか行っちゃえ。しのぶちゃん待って、ほうに困ったこと。じゃあね放題様、ここはズバッと覚悟を決めて運命をルートを選んでください。マヤさん、マヤ様にするんですか、しのぶ様をマヤ様にするんですか、しのぶ様を。わかりました、それがあなたの意思ならば。の力で強引に。暴力ではありません、これは天使の力、愛の御業です。つべこべ言わずに覚悟。それではいきますよ。何何何なの。何？安心してください、フェロモンショットは愛の弾丸。な、もう何？これは何なの？放題から。これは誤算でした、まさか忍さん。強い意志の力の化身、拒絶の意志。ここ放題、説明して。なんであなたが科学の実験をするのよ。放題がおかしい、これってもしかして悪。違います。何言ってるの、天使様がこんな意味。もしかして悪魔に操られているのかも。そうよ、ひよっちゃっただけですもんね。こうしちゃいられない、あの悪魔。一個いい？放題、あなたのことは私が助け。よりにもよってなかなか面倒くさい方を選ばれましたね。セーブしますね。セーブしますね。
あれ？放題じゃん。珍しいな、購買に顔出すなんて。知り合いなのですか？個人差もありますが、例えば宝大様のことを心底嫌っていたり。さっきからブツブツ言ってどうしたんだ？僕の尊敬する先輩みたいでちょっとかっこいいぞ。先輩も一時期なんかやたら独り言が多い。この方もその先輩とやらもちょっと残念で、何？なんか悩んでんのか？募金しろよな。プラスサイダー。あれ、ほうだ。お、さすが放題。よく気づいた。そんなわけないだ。このギターは僕の魂なんだ。買い替えたりなんかするわけないだ。うん、ま、放題にならこれでいいのか？ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。では先に進みましょう。さて宝大様、やるべきことは決まりました。
を突破できるほどのモテオーラ、心の壁などものともしないより大きな愛。不幸中の幸いなことに、今の宝大様は溢れるフェロモンで女の子たちをバッタバッタと昇天させていけば、私だって嫌ですよ。しかし今は手段を選んでいる場。はい、ここは心を鬼にして目指すのです、彼女の元へ。こちらにおられました。その貧相な顔立ち。ユキナは甘いっす。この男のマスクは S と M。 はあ、自分。あなたたち、そのような愚かな行為は生徒会の、この人はまともそうです。まずはこのいじめてください契約書にサインをして、そしてあな、いえ、これはまさか、この感じは悪魔の槍。その通り。こいつらに悪魔の槍をスースーっとぶっ刺してやったのです。悪魔がいたずらするのは当然の義務なのです。そんなこともわからないなんて頭悪い人間ですね。いえ、悪魔の槍は愛を結び合う。悪魔の槍に貫かれた人はダークパワーに汚染され、ついつい好きな相手に意地悪したくなってしまうのです。本当のことなのですから仕方ないじゃないですか。さあ、生徒会長命令よ。書類、下僕、会長の御前よ。図が高い。やっぱりいじめてほしいっす。よーく目を凝らしてください。今の宝大様、はい、それこそダークパワーの化身。それをしょ。
ドキドキモード準備 OK って感じ。では、忍様のガーディアンを打倒するためにも、女の子を昇天させ、モテオーラを高めていきましょう。確かにそうですが、それはちょっと言い訳。よろしい。そこまで自覚していればパッ。これでいいのか？ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。行き先を選んでください。
選んでください。レッツドキドキモードです。何が始まっちゃうんですか？怖いです。変わってない。相変わらず
しのぶちゃんのことばっかり見てるから。お兄ならしのぶちゃんとお似合い。私はお兄にもしのぶちゃんにも幸せになってほしい。だから私、お兄のこと応援する。悪魔の子、体育倉庫によくいるみたいだから、しのぶちゃんもそこを抑えようとしてるはず。私は他の部分でしのぶちゃんのバックアップしなきゃ。だからお兄がしのぶちゃん助けてあげて。頑張ってね。セーブしますね。セーブしますね。いっぱい買っていってくれよな。これでいいのか？これでいいのか？お、ロックだな。また来てくれよな。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。Wow!
だまだ課題のスタンプが足りないです。もっといたずらしないとです。素人の手なんて借りないわ。あなたはおとなしく私に助けられてればいいんだから。ん？今何か声が聞こえた気がするですが。にゃーお。なんだ、猫ちゃんですか。なんて私がこんな屈辱を。昔から数多く伝わってるわ。かわいい包帯のバカハレンチ背徳者。それにしたって、あれは予想外でしたね。最低のクズ野郎ですね。放題早く。
ありがとう。助かったわ。放題、このことは他言無用よ。これ以上邪魔したら承知しないから。じゃあね。もう怒らせちゃったじゃないですか。多分にある気もしますが、今日は宝台様にも譲れない事情があることですし、あんまり気に病みすぎないようにしてください。
失敗したと思うなら挽回すればいいのです。まだ頼りないですが、から元気もマヤ様も協力してくれていることですし、その思いに報いるためにも今は男を磨きましょう。暇だね。なんだよ、買っていてくれよ。セーブしますね。セーブしますね。Yeah!
砲台。何？また私の邪魔をしに来たの？たまたまこんな場所に。まさか犯人はあなた？女子更衣室で下着が盗まれたの。悪魔の仕業かもしれないから、これから調べるところなんだけど。本当にあなたじゃないのね。その冗談。すぐ謝るなら何で言うんですか。とにかく私は女子更衣室を調べるわ。素人なんだからあなたはおとなしくしてて。女子更衣室。怪しまれても私は知らないからね。女性の着替えというものは時間がかかるものなのですよ、宝来様。行きましょう。
一刻も早く。
あの時の悪魔、下着泥棒はやっぱりあなたのいたずらだったのですね。おや、クラナを邪魔した天使、それにあの時の人間天使か。お前らがボケーっとしてくれていたおかげで、いたずら課題成功のスタンプもたまりやすかったです。しかもクラナは新たなしもべまで手に入れたですし。そうですよね、人間。はい、クロナ様。私はクロナ様の忠実なしもべです。あ、それはクロナのせいじゃないですよ。こいつが着替え出したのはクロナが悪魔の槍を刺す前ですし。放題、私今とっても開放的な気分。これも悪魔様、クロナ様のおかげなの。もう悪魔ハンターなんてどうでもいいわ。邪魔者の悪魔ハンターを操っちゃうなんて、クロナはいたずらの天才です。じゃあとは任せたです。しもべ、クロナは次のいたずらに行ってくるです。お任せください、クロナ様。放題、いえ、クロナ様に逆らうクズ虫を私が始末しておきます。クズ虫の分際で生意気ね。どういじめてやろうかしら。お忘れですか、フィールドを張っても忍様にはフェロモンショットが効かないのです。力と同質のパワーを感じます。おそらく悪魔ハンターのアイテムです。忍様が普段から身につけていたその鈴ならば、ガーディアンに防がれることなくダークパワーを相殺できるかもしれません。まずは忍様の要求をのみ油断を誘いましょう。その気持ち悪いね、クズ虫。私に何か用なの？いいわ、クズ虫。あなたって最低。最低で最高よ。さあ、何をしてもらおうかしら。主人が足を出したなら犬のやることはわかるわね。そこ違う。ダメ犬、うん、使えない犬ね。そこ違う。ダメ犬、主人に逆らうの、うん、使えない犬ね、うん、そこ違う。殺されたいの、うん、犬が主人に逆らうの。すごくよかったわ、ご褒美をあげなくちゃね。なかなかよかったわ、ご褒美をあげる。最低な踏
喧嘩マットね。耐えてるの？それで耐えてるのかしら。最低な住み心地の玄関マットね。耐えたんだ。そうね、マッサージでもしてもらおうかしら。こっちが殺されたいの。犬が主人に逆らうの。そこ違うダメ犬。犬が主人に逆らうの。使えない犬ね。まあ、あなたならこんなものなのかもね。なかなかの忠犬ぶりじゃない。ご褒美をあげなくちゃね。腰をくねらせてるんじゃないわよ、このクズ虫。ご主人様に踏まれて喜んでるの？変態な犬ね。耐えてるの？それで耐えてるのかしら。少しは根性あるじゃない。さあ、忠誠を誓いなさい。犬が主人に逆らうの？殺されたいの？使えない犬ね。殺されたいの？使えない犬ね。殺されたいの？使えない犬ね。殺されたいの？犬が主人に逆らうの？なんでここまで使えないのよ。あなたって最高。さあ、足を開きなさい。惨めな犬。でもそこがいいの。何？ぐにゃぐにゃじゃない。惨めな犬。でもそこがいいの。よく耐えたと褒めてあげるわ。あなたは最高のクズ虫よ。自分のクズさを誇りなさい。いいわ、ゾクゾクしてきた。最高に背徳的でいい気分よ。あら、生意気な犬だこと。でもいいわ、私を楽しませてくれた褒美よ。行ってごらんなさい。見たでしょ。
見たのね。見たんでしょ。話をそらしましたね。うん、違うの。これは魔除けの鈴。悪魔ハンターとしての力、法力を高めるためのもの。私の法力はすごく弱いから、これがないと悪魔の姿すら見ることができないの。かっこ悪いよね、私。マヤはこんなものなくても悪魔を退治できるっていうのに。ごめん、ホダイ。やっぱりちょっと心の整理つきそうにないし、しばらく一人にしてもらえないかしら。それとありがとう、正気に戻してくれて。どうやら忍様はご自身の力が弱いことに少なからずコンプレックスを抱いているようですね。私もエリート天使として将来を嘱望されてきた身、努力が結果につながらないことの歯がゆさはわかるつもりです。宝大様、忍様からはああ言われましたが、やはりここは追いかけましょう。私も天使学校の勉強がうまくいかず、一人で塞ぎ込みたくなることは今まで山ほどありました。でもそんな時はいつも私の先輩が無理やりにでも外に連れ出して私のことを励ましてくれました。破天荒でむちゃくちゃでサバゲー好きで、正直本当に励ましてるのか時々疑問に思う先輩でしたけど、先輩がいてくれて私は今でも感謝しています。だから忍様も同じだと思うんです。それでこそ宝大様です。忍様を探しに出発しましょう。いらっしゃい。何にするんだ。これでいいのか。ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。
Thank you.
の。宝大様、いらっしゃい。何にするんだ。これでいいのか。お、ロックだな。これでいいのか。ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。
私怖かった。よくやってくれたわ。ごめんね、私がドジ踏んだせいで。ぐぬぬ、天使の力ですか。クロナのしもべの中でも一番のやり手な魔界植物くんが負けるなんて。天使の力かくなる上は。砲台様、気をつけて。あの悪魔、何かするつもりですよ。どうか、許してくださいです。あんな恥ずかしめを受けて、許せるわけないでしょ。なくね。それならしょうがないわね。そうなんですよ、これが悪魔の仕事のわけですから。クロナは悪くないのです。ならあなたを魔界に送り返すのも私の仕事だから仕方ないわよね。え、さよなら悪魔さん。強制送還。そんなーです。これで一件落着。おかげさまで。ありがとう、砲台。ごめんね、砲台。今日の私、失敗ばかりで。ううん、それはあなたがいてくれたおかげ。やっぱりすごいのね、砲台は。さっきの技もすごかったし、もしかしたら私なんかよりずっと悪魔ハンターに向いてるのかも。ごめん、私もう行くね。今日はずっとありがとう。砲台様、だとしてももう時間も限られています。ここは彼女を追いかけましょう。それはまあ、あ、はい、そうでしょうね。見ればわかりますし。わかりました。元より砲台様の人生です。
あなたが思ったようにするのが一番です。ただしそれとは別口でモテオーラを高めることは忘れないでください。モテオーラが弱いままだと告白が成功してもちゃんと天使の矢の力が機能するかどうか分かりませんから。でどうするつもりですか。まさかまるっきりノープランってことはないですよね。あ、そうだ、移動開始の前に一つ忠告を。忍様のおかげで悪魔はいなくなりましたが、まだダークパワーは女の子たちに残っています。後遺症というやつですね。放っておいても明日には治っているとは思いますが。セーブしますね。セーブしますね。行き先を選んでください。では先に進みましょう。
リーダム。お兄は拒絶？そんなのありえない。だってしのぶちゃんは。しのぶちゃん、ホーニーのこと大好きだよ。だってしのぶちゃん、私が修行してた3年間ずっとホーニーのことばっかり話してた。ホーニーが授業中なんかあくびしただとか、晩ご飯に何を食べてただとか、捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろいろとっても嬉しそうに。今私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、ここは空気を読んで自重しておきます。一度もあのしのぶちゃんが、てっきりちょっと喧嘩してるだけだと思ってた。ごめん、ホーニー、私にはわからない。ううん、何かわかったら連絡するね。結局ガーディアンの正体は分かりませんでしたね。それでもダメそうな場合は当初の予定通り強行突破しましょう。いいですよね、砲台様。
台も暇だね。これでいいのか？しろよな。これでいいのか？お、ロックだな。これでいいのか？ありがとな。また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。目的地を別では先に進みましょう。諦めたらダメです。それ最高。感じちゃうの。見つけたわ。うん。お仕置きされちゃいました。この拡張モード。うち全部。やっと。Yeah.
何、放題。私にまだ用があるの？放題。あの悪魔が言ってた天使の力って、あなたの私を魔物から助けてくれた力、本当に天使様の力だったのね。本当はね、今日は私が悪魔と戦ってたけど、最初に受けた命令じゃマヤが悪魔と戦って私がバックアップする予定だったの。神園家は代々悪魔ハンターの家系なんだけど、実際に悪魔と戦えるほど力を持った人間は限られているの。その中でもマヤの力は飛び抜けているわ。歴代の中であれほどの才能を持った悪魔ハンターは他にいないってくらい。だからマヤは3年間本家の修行を受けて、私はこっちに残った。私はダメな子で期待されてないから。ううん、自分でよくわかってる。マヤの力を見るたびいつも思い知らされるもの。それでもあの子は私を慕ってくれるから、私はあの子のお姉ちゃんで居続けられた。お姉ちゃんであろうと努力してきた。今日だって私の力を証明しようと思って、本家の人たちに無理を言ってマヤと役目を入れ替えてもらったの。今回のことがうまくいけば本家の人たちを見返すことができるかもしれない。そう思ってね。私は力のある妹に嫉妬してたのよ。ひどいお姉ちゃんでしょ。その上、私は放題に天使様の力があるって聞いて、あなたにまで嫉妬した。私、もう疲れたのよ。悪魔ハンターにも、あの子のお姉ちゃんにも、あなたの幼馴染にも。放題様、これは説得は難しそうです。ドキドキフィールドを使いましょう。今は忍様も弱っています。この状態ならばガーディアンも突破できるかもしれません。これもあなたのためです。恨み事ならお二人が結ばれた後にいくらでも聞きます。ドキドキフィールド展開。大丈夫です。今の放題様の力ならきっと突破できるはずです。お願い、私に構わないで。そんな、弱るどころか固くなに心を閉ざしてしまったのですか。放題、私のことはもう放っておいて。今まで通りお互い不干渉のまま。放題にはわからないことよ。
かったらだけど、あなたのその力でこれからもマヤを助けてあげて。私は無理でも、あなたならきっとあの子を助けてあげられるはずだから。じゃあね、ホーダイ。ホーダイ様、本当に申し訳ありません。私が誤った真似をしたばっかりに。あの後からずっと後をつけてた。ずっと見てた。言い出せなくってごめん。修行は厳しいし、しんどいけど、でも耐えられないほどじゃない。人に迷惑をかける悪魔を懲らしめるのは必要なお仕事だと思うし、修行も必要なこと。私は悪魔の中にもいい子はいる。だからできたら私はハンターじゃなくて友達になりたい。悪魔とも天使とも友達になりたい。傷つけることはしたくない。マヤ様、どうですか？幼なじみ同士のシンパシーですか？わかった。なら、あの公園で。もしもし？しのぶちゃん？いっぱい買っていってくれよな。これでいいのか？お、ロック、また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。
目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。動けない。
買っていってくれよな。はっきりしろよな。これでいいのか？これでいいのか？お、ロックだな。これでいいのか？お、ロックだな。また来てくれよな。セーブしますね。セーブしますね。目的地を目指します。では先に進みましょう。宝大様、もう時間があまりありませんよ。
女の子を選んでくださいドキドキモード。私が選べるでしょうか。心配です。あ、まだ続くのですか。忍様、いませんね。いえ、まだわかりません。遅れてるだけかもしれませんし。お兄、ごめん、忍ちゃん、気が変わったって急に電話が来て。お兄にはこれからもお友達でいましょうって伝えてって。ちょっとどうするんですか、このままだと。私もすごいことされちゃう。出して、私の飴あげるからね。宝代、ごめんね。私やっぱり。
ちょっと自信がないわ。